はい、今日も折り紙キングやっていきます。前回オリビアの実家をお宅訪問したところだったね。今明かされる衝撃の真実っていうか、折り紙王国からの侵略みたいなこと言ってたけど、王国を名乗るには規模が小さすぎないか。折り紙兵はどんどん増やせるとはいえ、はっきりとした意思を持ってるのはオリー王と文豪軍団だけだからね。さて、今回は島巡り編だ。の前に紙テープの先を見るか。なんだかんだ後回しにしてたけど、紙テープ確認とプリンセスピーチ号は消化しておかないとね。ここだここだ。潜水艇お願いします。ピオさん、砂の下か。もしかして極楽って砂の下の竜宮城的なやつなんかな。神話とか昔話モチーフが多いような気がするし、竜宮城もあるかもね。んじゃ、今度はプリンセスピーチ号の船長さんに会いに行くか。道中めちゃめちゃ怪しい場所に潜ってお宝ゲットしたりしてました。落ち葉に囲まれてたりするところには大体お宝がある印象だな。画面の奥に島を発見。放置すると絶対忘れるな。今向かいます。少なくとも海図には記入しておきたいところ。穴だらけ。まずは聖地だな。全部埋めるぞ。牧場物語のゲームスタート直後を彷彿とさせる聖地作業。ルーンファクトリー5の発売はまだですか。めっちゃ楽しみにしてるんですが、なんか草むらの陰にスイッチがあったりなかったりするな。あ、敵かよ。懐かしいな、お前も。この敵はプチパックン。パックンフラワーの妖体で、まだ根付いていないから動き回る個体も存在するね。なんか、強敵っていう印象が強いんだよな。色違いで無敵なブラックパックンのせいだと思うが。っていうかパズルが難しいわ。妥協だ。適当に攻撃して、敵の攻撃方法を見ようね。お前ら、もっと個性を出せよう。と思ったけど、こいつら動いて跳ねるぐらいしかできなかったな。か弱い生き物なので。さて、そろそろスイッチに手を出してみるか。これは完全に意味ないやつだな。手当たり次第に全部押していこうね。これは、なんかのハートゲージが半分溜まった、ってことでいいのか。これは、あの、石像に関わる他のスイッチがありそうだね。お、マックスハートか。こりゃありがたいな。うわ、リセットされた。めんどくせえ。一応また草むら叩いておこうね。お、石像がボールを持った。なるほど、手を離させるスイッチはどこだっけな。汽笛が鳴ったけど、どのスイッチかもう忘れたわ。私の短期記憶力はもうガタガタ。ああ、これだったか。ピタゴラスイッチ関数になるか。ウォーターハザードですね。くそー、まだ要素が足りないか。必須オブ必須な要素だなこれ。よし、ゼルデンならゴマダレが鳴ってるところだ。っていうか、なんとなくゼルデン BOTY にありそうな謎解きだよねこれ。玉転がし謎解きが多いからなあ、あのゲーム。石像が回るだけだね、このスイッチは。
何の意味もないのか、合わせ技で何かあるのかわからんな。マックスハートより宝箱が気になる。先にこっちだな。隠し通路はめざとく見つけるね。あ、お宝の場所ボットかよ。いいよ別に教えてくれなくて。知ったからには後で潜水しないといけないし、潜水には移動時間含めて2分はかかるからね。フィギュアがゲットできるならまだしも、1000コインとかいうハズレも混じってるからな。おわあ。興味本位で連打してたらめちゃめちゃびっくりさせられたね。真相飛び出るかと思ったわ。いろいろあったが、マックスハート取って帰ろう。あれ、触っても取れんが。キノピオかよ。だいぶがっかりしたな。お、でかいマックスハート。これよこれよ。最大 HP プラス20。久々にがっつり増えたね。尊者石像のマークだけメモって次の島に行くぞ。って違うんだって。プリンセスピーチ号だよ。編集の私はすっかり忘れてましたが、ブレイジの私はちゃんと言ってくれました。別にマリオが知らせなくてもキリが晴れたら自発的に出発してくれや。テーブルとか料理が復活してる。まだ乗客を完璧におもてなしするつもりなのか、すごいプロ根性だな。これ以降、プリンセスピーチ号はゆっくりと移動するようになるよ。プリンセスピーチ号についていけば島にたどり着けるみたいなコメント。見た覚えもあるが、移動が遅くて待ってられんな。自力で探索するぞ。島を見つけられなくて詰まったら小判ざめしようね。む、兵法発見。ああ、この下にお宝があるよ。K の人だったか。こういうのも結構あるから、自力探索は大事だね。お、いつもはフィギュアか1000コインだけど、今回は、なんか違うやつだな。マックスハートが中にはいってそうな缶詰。これは、ステージ2の道中の缶切り前パクリ棒案件だね。あのゲームセンター嵐みたいなやつな。まあ、隠しブロック埋め、ついでに後で行くか。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。